商品レビュー専門、テポインの提供です。今日は加湿器、アロマキです。ああまあ、加湿器、まあ今、小型のもの、珍しくない。確かに珍しくない。でも、少しずつ進化してます。今回の加湿器、こちら。見た感じはイルミネーション付きの加湿器。でもこれ、二重構造なんですよ。こう開ける。そうすると中にまた蓋がありますね。昔、この蓋がなかったんですよ。そのままこの蓋が被ってた。これでも別に変わらないだろう。あの、いろいろ変わるんですよ。まず、吹き出し方。 そのまんまこのカバーが被ってるだけですと、ここもやーっとした感じですね。煙みたいな感じ。正直勢いがないですね。あとここ外すと、まあ水がボタボタ垂れる。水交換のために周り水浸しにしてしまうんですよね。でもこの内蓋があると、この中、乾いてます。水がないですね。だからこのカバー外した時、ここ乾燥してます。非常にメンテナンスしやすいですね。あと倒した場合、 ある程度機密性ありますので、すぐに戻せば大丈夫ですね。この蓋がないタイプですと、こぼすともう水浸しです。でもこれだったら、これだったらこぼしても、そんなにこぼれないです。この先端から少しこぼれるだけですね。だから少し安全性がありますね。というより使いましょう。電源は AC アダプター式。これ、最大超えないように言ってください。水入れすぎるとミスト出ないです。そしてここでアロマを垂らします。そのまま水面に垂らせますね。内蓋をする。 外蓋をする。もうスイッチ入れました。勢いよく出ますね。これだったら、部屋全体に伝わりやすいですね。上に伸びる感じです。あと二重構造になってますので、水面のピチャピチャいう音、少し緩和されてますね。まあ、多少ですけどね。あとはイルミネーション。このイルミネーションも二重構造によって非常にソフトですね。今まで LED のダイレクト感、ちょっとあった。 この方式ですと、非常に光が柔らかいですね。これも間接照明としていいところですね。切り替えもできますし、切ることもできますね。寝るとき、暗い方がいい。そういうときは真っ暗にできます。子供部屋とかで、暗いと寝れない子がいる。その場合はつけといていいですね。あの、加湿器、原理、形は似てますけど、もう進化してますね。 形がどんどん変わってくるんですよ。内部的な形が変わってきます。ですので、時々チェックするのがいいですね。光の演出も良くなって、音も多少小さい。ミストの上がり方も自然。手入れもしやすい。確実に進化してますね。テポイント加湿器、アロマ器、ぜひ使ってみてください。商品レビュー専門でした。